を叶えるため、スーパードラゴンボールを手に入れるために。やっとオラと戦う気になってくれたか。そんな。これがたった一人の戦士が放つ気だというのか。ジレンを常識で語るのは愚かなことよ。ジレンは絶対に負けない存在。相手が誰であろうともだ。うわまだまだ。あざうわあ。強さはよくわかった。ならオラのとっておきを見せてやる。元気玉を打つしかねえ。木を集めるに時間がかかりすぎる。お前にとって特別な技なんだろう。ジラ、全力で来い。悟空、俺たちの木も使ってくれ。オラに時間を与えたことを後悔すんなよ。オラ、手置きを見せてやる。これがオラたちの元気玉だ。10倍火力剣、よっ、20倍だ。これがオーラたち第七宇宙の元気玉だ。嘘だろ。バカな、押し戻されている。父さんの体力はまだ十分にあるのに。ニニ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 、十倍海洋剣。くわ、元気玉が、俺たちをいつも救ってくれた切り札が。お前の勝利だ、ジレン。悟空、孫悟空。来るぞ。さっきまでとは何かが。ああ、凄まじい熱気を放ってはいるが、気配は恐ろしく静かじゃ。今は様子を見ましょう。何せあのような悟空さん、私も見るのは初めてです。うわっ、うん、くっ、うん、あの動き、今までの父さんのものと全く違います。ああ、避ける時も同じだ。こうなってやがる。貴様に何が起こったのだ、カカロット。消えろ。しまった。悟空、いきなり強くなったね。悟空、いきなりすごくなったね。もしかしたら、もしかしたら悟空さんにとっても素晴らしいことが起こっているかもしれませんよ。身勝手の極意、バカ。ありえぬ、ありえぬ。あれは神ですら容易にたどり着くことができぬ境地。いやはや、こんなことがあるんですね、ヴィルス様と。ここまでは良いのですが、あの暑さどうなりますかね。ジレン、そんな奴の相手、俺たちに任せてくれ。
とひからうわっ当てたひからひからひからしまったうわっひうわっうわっそこやっうわっ当てたそれ以上の勝手は許さん。次で終わりにすっぞ。そいつはもう終わりだ。構うな。今のオーラ、おめえの眼中にねえっちゅうことか。孫悟空、あたしと戦え。